ゆっくりと助走決めてきた。先制アスルクラロ沼津、崎のゴールで沼津が1点リード。さあ竹に渡ります。中入れられるか。低いボール打った。ゴール決まりました。インサイド2人3人と上がってきた。これはチャンスになる。オフサイドに気をつけながら、とこぼれた。シュート。独走という状態になりました。左サイドから入れてきました吉田。こぼれたボールに止めた。こぼれたシュート。さあこの位置からトカチ前を向く。前線にはイスマイラ、右サイドには橋本。イスマイラに渡る。浮いたボール打てるか打てるか。トカチ抜け出した。シュート。バーに当たる。シュート。打った入った。ボール。後ろからサポートに走っていました。この連携、イスマイラの左。ここまでの時間帯はホームロの位置が非常に低くなっている。さあ岸田だ。どうだ。ビクトルが立ちはだかりますが、富澤をかわした。さらった岸田和人の右足。最後は富澤清太郎をかわしていきました。中村、斉藤、斉藤からパスが通る。ボックス内かわしてシュート。決まった。先制ゴールはブラウブリッツが来た。ディフェンス戻ってきましたが、かわしてセットプレーから4ゴールを挙げている秋田。中央ヘディング決まった。得意のセットプレーから追加点を挙げます。リプレイです。高さがありました。さあいいところに東が位置していた。ライン間で受けてから左を使う佐藤。佐藤が行く。中井のクロス、木村届かない。シュート。最後は三田直樹。彼の左足から長野先制点が生まれました。ここに広瀬健太、藤山のクロス、シャープなボール。いい入り込みでした。藤山のこのクロスもドンピシャリ頭で合わせていきました。川受け直し、左足で早めに入れてきた。ここで待っていたのが三田。三田の左足、この左足も落ち着いていました。雨が降る長野ユースタジアム、ターゲットになりうる11番宮本は今中央ショートコーナーを使ってきました。シュート。右足。ここでフリーになっていた柳を使ってきました。そして落ち着いて右足を振り抜いていってゴールの左隅。さあ三田にボールが渡る。三田首を振って右を確認。右の上がりを使っていく吉村。吉村、吉村の右足。タッチ持ち出しが大きくなったかと思いましたが、吉村の右足ネットを内側から揺らしました。ここで仕掛けていきます。中に入っていって、さあ上がってきてスルーする谷口。谷口が打っていくか。カットインしていってシュートを打っていく。どうだ。決まった。このボール石川がこれをスルーして、そして谷口です。あ、池谷も行きましたけれども、さあ柳田が前に出して落として栗田マークアジェン。さあどうだ。シュート打っていった。どうだ。決めたの。アディショナルタイム後半に追いついた佐々木。見てみましょう。ここで栗田体を入れて反転して時間帯になります。さあ栗田マークアジェン後ろに、あとこれが面白いぞ。谷口かましてシュート。決まった。勝ち越し点谷口。すかさずこのボールミスからです。逃しませんでした谷口。切り返して田辺から砂森。この選手はクロスが正確です。クロスが上がる。こぼれたところ牛野浜がトラップして左足クロスが入って、先制点は鹿児島。左足、強烈なこのフォワード酒本の一発から試合が動き出しました。中原、酒本のスルーから馬場、五稜純喜、茂木よく防いで酒本。
亮がワンツーで叩いて馬場、最後狙っていったとこをよく詰めていました酒本。田辺、牛の浜、五稜が動き出す、茂木の前、五稜中に入れて中原、こぼれたところ入りました。リフレクションしたようなところに中原が詰めていました。最後はこれどうでしょう、酒本が触っているかもしれません。ピンチになりますが落ち着いています。あっと五稜が奪った、酒本がボールを取る、牛の浜4点目が入りました。今日酒本は4点いずれも絡んでいるというような活躍。最後は優しく出てきたところ、砂森チャンスだ、マイナスのボールこぼれたところ、牛の浜から五稜5点目。少しルーズになったところ、今後ろを見ていました、確認していました、その先に五稜がいて流し込んでいきました。狭いところ、こういった細かいパス交換、浮き玉のパス、さあ上原マイナスで上げてシュート打った、決まった、8番の、いや非常に打ち抜いていきました、この上原のマイナスのパス、そしてインサイド、ここに酒井がいて正確に左へ落とし、後ろから来るぞ、倒れて笛はない、シュートになる、決まる、この寄せプレッシャーかけたところ良かったですね。ここで決めてくる、2対1初対戦という、これが先ほどの三沢の PK、 鹿児島戦はあれでもう少し高いという位置でしたね。先ほどと同様三島が蹴ります、中央の1位中シュート決まった、先制は FC 岐阜つけました。さあ今のコーナーキック190センチの橋口拓也、クロスボール中央の位置、さあ前も受けるか、右足シュート決まった、2点目を挙げた FC 岐阜、2点リードと変わりました前半。クロスボール中央の位置、まだあります、ヘディングシュート押し込んだ、蹴るゴール、そしてここで試合終了のホイッスルが鳴りました。